ユンカース1488ユンカース1488は第二次世界大戦に計画されたドイツの銃爆撃機である。開発プロジェクトは試作段階以降には進まなかった。ドイツ空軍の高性能4発戦略爆撃機の生産への努力がなされている中、1944年にユンカース社からユンカース1188、1288、 1388の構成品を組み合わせて、新規の主翼と胴体に取り付けるという簡潔な設計案が提出された。これは、胴体長がほぼ20.4メートル、主翼長が31.4メートルの流麗な機体となった。1488は、当初4機の BMW801、JC 型エンジンを装備する計画であったが、後期型では、 ユンカースユも222エンジンに換装される予定であった。最初の2機の試作機の 1488V401 と V402 の胴体部はフランスのラテコエール社で製造される一方で他の部位はドイツのユンカース社で製造された。1488V401 と V402 の胴体は1944年には完成していたが、 1944年7月16日にフランスのレジスタンス運動により損傷を受けた。後の V403 から V406 までの4機の試作機の製造は優先度を下げられて作業は続けられたが抽選までに完成しなかった。ありがとうございます。